さすがのプロ野球選手も1年に何十試合しているととんでもないミスをしたり上の空になることもあるようです。今回はそんな選手たちのやる気のない怠惰プレーを12ケースご紹介します。まずはソフトバンク時代の山田裕樹投手のプレーから。2011年6月6日のソフトバンク対広島戦、試合は5回1対8とソフトバンクが大量リードしている中、ワンアウトランナーなしの場面で山田選手に打席が回ってきました。広島の投手今村はこれ以上点を許すまいという勢いの投球に対し、山田は腰の入っていないスイングでカットしようとしているように見えます。今村も打つ気がないことに気づいたのか、迎えた3球目に投げた甘い130キロ台の球を山田はくるーっと回るようなスイングで流し打ち。これは投手の山田に打撃は求められていないので、カットか三振のサインだったものがたまたま当たったのではと思われます。しかし皮肉にも一見やる気のなさそうに見えるこの一打が山田のプロ初ヒットとなったのでした。2015年4月22日の阪神対横浜の試合で見せたメッセンジャーのやる気のなさすぎるプレーが当時話題になりました。3回表、試合は2対0で横浜がリードしている場面で、先頭打者のメッセンジャーが打席に立ちました。というかまさに立っているだけでした。直立不動でただ来た球を見送るだけのかかしスタイルで、これには実況も苦笑い。当然見逃し三振になったのですが、おかしいなぁ的な感じで首をかしげるという小芝居が面白ポイントかもしれません。2010年代のヤクルト打線を支えた主砲のバレンティンでしたが、その日の機嫌がプレーに露骨に現れるのが特徴でもありました。そのため日によってやる気アルンティンとかやる気ナインティンとファンからをネタにされていました。やる気アルンティンの時はヤクルトの恐怖の4番打者、そして守備も懸命に追います。しかし雨天の中行われたとある対横浜戦で、筒香嘉智が打ったレフトへの打球をスタスタ歩いて捕球しに行ったように、やる気ナインティンの時はファンのため息が出るほどマイペースになってしまうのが欠点と言えるでしょう。大学時代、監督からのあだ名はトンチンカン。パチンコの資金のために首位打者のトロフィーを祖母に2万円で売りつけるなど、ぶっ飛んだキャラで宇宙人と呼ばれている柳田。その天真爛漫な性格を試合でも見せることがあります。2018年7月に行われた鷹の祭典、この日対戦相手の日ハムが大量得点をし、試合は一方的な展開でした。そんな中、ソフトバンク側が投手をこまめに変えたり、日ハムの攻撃がなかなか終わらないので守備の時間が長くなった柳田は完全に戦意喪失、打席に立っても終始上の空な感じでした。柳田は守備が長くなると集中力がパッタリと切れる傾向があり、他の試合でも守備でだらけ切った姿がたまに見受けられます。2014年5月、日ハム対ロッテの試合での中田翔のプレーが勝敗を分けたと言われています。試合は2対2の接戦で、6回日ハムの攻撃、ノーアウトランナー2塁でミランダが放ったレフトフライに対し、塁に出ていた中田のまったりとした帰塁によって本来なら戻れていたであろう場面が併殺となり、一気に2アウト。続く近藤がレフトオーバーの2塁打を放っただけに、スタンドからは大きなため息が漏れていました。チームは結局4対3で逆転負け。さすがの中田翔も、今日は僕のせいで負けましたね、それだけですと自分の非を認めています。試合後のインタビューでは、栗山監督もこの件について聞かれ、チームとしてはあってはならないことがあった、せっかくお金を払って見に来てくれるファンの方々がいるというのにこういう試合になって申し訳ない、二度とこういう試合にならないようにしたいと至極大人のコメントを残しました。次は選手一人に対してではなく、とある試合の楽天の攻撃がやる気なかったのでご紹介します。2012年5月10日の楽天対西武戦、この日の天気は荒れていて、雨の中2対6で楽天がリードしていました。ルールでは5回表終了前に雨天中止になると試合として成立しないため、楽天はリードのまま早く5回に移りたいがために積極的にアウトになろうとします。1人目の聖沢はワンバウンドするほどのボール球を振って振り逃げもせずにすぐベンチに戻ります。2人目の高須洋介はセンターフライを狙いますが、惜しくも安打になり、3人目の松井和夫が送りバントをわざとらしく失敗し、高須がアウトになり、最終的に松井も完全に球を見ていないスイングで3アウト。見ているファンからすれば何とも物足りない試合となってしまいました。
右打者としては最年少の31歳で2000本安打を記録するなど、坂本勇人はアベレージヒッターのイメージが強いですが、モノマネ芸人がネタにするくらいやる気のなさそうなバッティングをする時があります。例えば2020年の巨人対ソフトバンクの日本シリーズ、2017年から日本シリーズを3連覇しているソフトバンク一強の時代で、この年もソフトバンク打線が爆発し、全試合に3点差以上つけて巨人に4連勝という圧勝の年でした。ソフトバンクの投手陣の厚さにより巨人打線は完全に沈黙。日本シリーズ4試合でのチーム打率1割3分2厘、16安打、4試合で41三振の日本シリーズワースト新記録を樹立しました。これには巨人の主要打者である坂本もさすがに心が折れたのか、打席に立っても塁に出ようという気はなく、内野ゴロを打つと最初から諦めたように小走りするだけでした。181センチの高身長とその端正な顔立ちで女性人気が高く、ハルキストと呼ばれる熱狂的なファンも多い西川。そんな裏山フェイスの西川もイケメンらしからぬ大失態を起こしてしまいました。2015年7月20日に行われた日ハム対楽天戦、試合は2対0で楽天リードの中、迎えた6回の楽天の攻撃でした。ワンアウトランナー1塁で打者のサンチェスが平凡なレフトフライを放ち、レフトの西川が難なくキャッチしたところまでは良かったのですが、まだ2アウトなのにアウトカウントを間違えた西川は球を返球せず、ファンが声援を送るスタンドに投げてしまいました。その瞬間、投手の面倒さは頭を抱え、1塁のペーニャは3塁まで進むことが許されました。一気に追加点のピンチとなったのですが、次の松井和夫をライトフライに抑え、失点にならなかったのが不幸中の幸い。ベンチに帰った際、面倒さが西川を励ますなど、大人の対応を見せたことで救われた西川でした。長崎日大高時代は捕手を務め、2年次の夏に1番捕手として甲子園に出場し、大学へ進学するも度重なる故障に苦しんだそう。大学卒業後はセガサミーに入社。打力を買われて春から指名打手としてスタメン起用されるようになり、2年目の静岡大会では打率4割2分1厘。続く京都大会では打率5割をマークし、驚異の打率を誇り首位打者を獲得。そしてオリックスバファローズから3位指名でプロ入りします。2013年8月17日のロッテ対オリックス戦、5回ワンアウトでロッテの打者角中が放った左中間のフライを宮崎がキャッチ、そしてアウトカウントをこちらも間違えてスタンドに投げ入れてしまいました。幸いランナーがいなかったので点には影響しませんでしたが、やらかした後の宮崎の表情が何とも言えません。2010年から2015年まで阪神打線を支えた助っ人外国人のマートン。荒々しいタックル走塁や審判への暴言により退場のイメージも強いかもしれませんが、実はかなり真面目で大の努力家で、チームからの評価は高かったそうです。2011年5月に行われた阪神対ロッテ戦、試合は8回ワンアウトランナー2塁でロッテが2点リードの場面。球場には大粒の雨が降り注いでいました。ロッテの打者清田育弘が放ったなんてことないライトフライをマートンがキャッチするも、案の定スタンドに球を投げ入れてしまいました。これにより走者は生還し、ロッテに致命的な1点を与えてしまったのです。このプレーに対し解説者も、この場面でアウトカウントを間違えるなんて考えられないですよと怒りの感情をあらわにしていました。大雨の中の試合で集中力が切れていたのでしょうか。これ以降マートンは守備の時、スタンドのファンと一緒にアウトカウントを確認するようになったようです。独特のクラウチング打法を武器にのし上がった昭和の名スラッガーのクロマティ。しかしその打撃力とは反対に肩が強くなく、狭い守備範囲と緩慢な送球が敵チームに狙われることもしばしばありました。例えば1987年の巨人対西武の日本シリーズでは、8回裏1対2で西武リードの場面、西武からセンター前ヒットが出て一塁走者辻が二塁を回ります。センターのクロマティが補給し素早く投げるのかと思いきや、謎のもたつきで送球がだいぶ遅れてしまい、そのまま辻の好走塁により生還するという珍事がありました。クロマティは走塁でも珍プレーを起こしていて、同じく1987年の対中日戦、打者のクロマティがセンター越えの豪快な安打を放ち、走者が生還し1点を返したまでは良かったのですが、貪欲に3塁を狙ったクロマティが挟まれアウト。その時のリアクションとタイムのサインを出すお茶目なところが最高に面白いですね。父
は中日で投手、兄も中日でプレーし、史上初の親子兄弟3人が同じ球団でプレーした実績を持つ堂上。高校時代は兄を超える高校通算55本塁打という驚異的な数字を残し、超高校級スラッガーとして野球ファンの注目を集めていました。堂上一家の夢であった中日入団を果たした直道でしたが、プロ14年目の2021年に監督からの怒りを買ってしまいました。8月14日の巨人戦で5点を追う9回の先頭打者で堂上が登場。その際、レフトポール際の大飛球を放ちましたが、これを堂上はファールと勘違い。そのままがっくりと下を向いたまま動こうとしませんでした。しかし、打球がフェアゾーンに入ると慌てて走り出しましたが、結局一塁打となってしまいました。中日の与田監督は、やっぱり明日もゲームがあるので、こういう集中力のないようなプレーは外していかないといけない。ときっぱり。堂上のスタメン落ちを示唆するコメントを残し、実際に翌日、堂上はスタメンから外されています。いかがでしたでしょうか。どれだけ負けていても、ファンとしてはお金を払って見に来ているのだから、真剣にプレーしてほしいという意見は多いですよね。これからも野球に関する動画を投稿していきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。